はい、こんにちは、116インズです。昨年末ブレイクスネル、それからダルビッシュ選手を獲得し、球界中を騒がせたパドレスですが、さすがにもう先発の大型補強はないだろうと思っていたら、今日パドレスは大型トレード成立で合意したと報道されました。合計3チーム7選手が絡む大型トレードとなりまして、パドレスはこのトレードでパイレーツのエースであるジョー・マスグローブを獲得したと現在報道されています。トレードはまだ正式発表されていませんが、多くのメディアがすでに合意したと報道していますので、おそらく問題なければこのまま成立するのではないかと思われます。しかしこのオフにスネル、それからダルビッシュ選手を獲得し、さらにこのマスグローブもローテーションに加えたパドレス、ローテーション5人全員がエースクラスのピッチャーが揃うということになりましたので、パドレスが所属する NL 西地区はずっとドジャースが地区優勝している状況ではありますけれども、このローテーションを武器に本気で対抗していくんだなというスタンスが今回のトレードでも伺いました。ということで今回の動画ではパドレスがマスグローブを獲得したトレードについて話していきたいなと思います。で、こちらが現在報道されているトレードの内容となります。パドレスがパイレーツからジョー・マスグローブを獲得し、メッツがパドレスからジョイ・ルケーシーを獲得。パイレーツはパドレスとメッツから合計5人のプロスペクトを獲得し、ハドソン・ヘッド、オマー・クルーズ、デイビッド・ベドナー、ドレイク・フェローズの4人がパドレスからパイレーツへ移籍し、エンディ・ロドリゲスがメッツからパイレーツへ移籍するプロスペクトとなっています。今回3チームが絡んでいるトレードとはなるんですけれども、パドレスは実質マスグローブ1人でプロスペクト4人とそれからルケイシーを放出していますので、実質5対1のトレードということで、かなり大盤振る舞いした印象ですね。先発投手の5対1のトレードと言いますと、大変個人的ではあるんですけれども、マリナーズがかつて成立させたエリック・ベダードのトレードをどうしても思い出してしまったんですけれども、それだけパドレスとしてもこのマスグローブをチームに加えたかったということなんでしょうかね。ただ前回のスネイルやダルビッシュ選手のトレードの時もそうでしたが、パドレスはマッケンジー・ゴアですとか CJ ・エイブラムスなどのトッププロスペクトは今回も守ることができましたので、ある程度動かしても問題ないプロスペクトで、またもエースクラスのピッチャーを1人獲得することができたのは、このトレードにおいてプラスのポイントではないでしょうか。では今回のトレードに関わった選手たちを詳しく見ていきたいなと思うんですが、まずは今回のトレードの主役とも言ってもいいのがこのジョー・マスグローブですよね。マスグローブはもともとゲリット・コールのトレードでアストロズからパイレーツへ移籍していまして、パイレーツでは3年間プレーしました。勝利数や防御率に関してはあまり目立った数字を残している選手ではないんですが、ただ先発投手としてはそれなりに三振を奪うことができて、2019年は170回3分の1で157三振を記録していますし、昨年に至っては39回3分の2で55奪三振と奪三振率かなり上げることができました。特にカーブとスライダーに強みを持った選手で、昨年は特にこの2球種が奪三振率向上に大きく寄与したなという印象ですね。ただパイレーツはまだまだ絶賛再建途中のチームで、このマスグローブに関してはあと2年保有することが可能ではあったんですが、パイレーツの再建があと2年で完了することは難しいことからも、このオフはトレードの噂が絶えない選手でした。そしてこういう大型トレードという形でパドレスへの移籍が決まったマスグローブですが、ただ先日のスネルやダルビッシュ選手のトレードと比べますと、このマスグローブの成績ですとか知名度からもちょっと地味だなと感じた方も多いのではないでしょうか。確かに昨年を除けばずっと防御率4点台のピッチャーですし、そう思われても仕方ない部分があるとは思うんですけれども、ただこのマスグローブ来シーズン一気に化けてもおかしくはないんじゃないかと考えています。というのも味方守備の改善の恩恵を受けそうなんですよね。マスグローブは結構ゴロを打たせるのが上手いピッチャーで、昨年のゴロ率は 47.3%、 通算でも 45.9% となっているんですが、ただ昨年のパイレーツの守備陣、こちらに UZR 載せていますけれども、特に内野のポジションで UZR のマイナスが目立っていますよね。せっかくゴロを打たせても味方の守備力が低いがために、それがあまりアウトになっていなかった可能性もあると思うんですが、ただそんな中でもマスグローブは昨年防御率 3.86 を記録していますし、味方の守備が悪いながらもそれなりの成績を残すことができているんですね。で、これがパドレスに移籍することで、ポジション別の UZR が上の通りではあるんですが、全てのポジションでパイレーツ以上の UZR を記録していますし、パイレーツ時代と比べて間違いなく守備面の恩恵を受けるんじゃないかと考えています。
またマスグローブ自身、打球関連の指標も結構いい選手ですし、強い打球を抑えることに長けた選手であることも内野守備改善との相乗効果が期待できそうですし、またパイレーツの本拠地 PNC パークと比べてパドレスの本拠地であるペトコパークはピッチャーに有利な球場となっていますので、こういったところの恩恵もさらにゲットすることができるかもしれませんね。いずれにしてもパドレスへの移籍はマスグローブのパフォーマンス面にプラスに働くと考えていますので、昨年からさらにステップアップしたマスグローブの姿をサンディエゴで見られる可能性があるんじゃないかと考えています。それにしてもパドレスのローテーションとんでもないことになりましたよね。ダルビッシュ選手のトレードの際にも豪華な先発ローテーションだという話をしたんですけれども、まさか5番手争いがなくなって球界全体で見てもトッププロスペクトであるマッケンジー・ゴアやエイドリアン・モレホンがローテーションの保険的な役割に回るとは全く想像がつきませんでしたね。というかゴアやモレホンを保険にできるってどんな層の厚さなんだって話なんですけれども、エースポテンシャルを秘めた5人の選手が一つのチームのローテーションに入るなんて、パドレスファンの皆様本当に羨ましい限りです。で、例によってマスグローブに関しても複数年保有することができて、2022年もチームが保有できるわけですけれども、来年はマイク・クレビンジャーが復帰してくる予定ですから、そうなるとエースポテンシャルが6人。いや、どうやって先発ローテーション決めるんだって話になってきそうですけれども、この先発陣の豪華さは本当に来シーズンの戦いが楽しみになるような布陣となっています。さて、パドレス以外のチームに関しても見ていきましょう。まずはルケーシーを獲得したメッツです。メッツに関してはこのトレードが報道された数時間後にポーター GM が過去に女性記者に対して嫌がらせをしていたことがすっぱ抜かれましたので、なんかトレードどころではなくなってしまった気がするんですが、ルケーシーを獲得したことでローテ要員を確保できたのは非常に良かったなと思っています。先日のリンドアのトレードでカラスコも獲得したメッツですが、順当にいけばローテーションが結構強力なチームとはなりそうなんですけれども、一方でシンダーガードがトミー・ジョン手術からの復帰が順調にいくかどうかというところが一つ不確定要素としてありますし、また昨年活躍したデイビッド・ピーターソンに関してもまだ162試合のシーズンフルで戦った経験はありませんので、そういった意味で2019年ローテーションを1年間回した実績のあるルケーシーを獲得できたのはチームにとっても非常にプラスになるのではないかと今回のトレードを見て思いました。ルケーシー獲得に際して後でも説明しますが、参加14位のエンディ・ロドリゲスを放出することにはなりましたけれども、参加10位台のプロスペクト1人で MLB で先発をこなせる選手を獲得できるのであれば、メッツとしてでも悪くないトレードですし、しかもルケーシーに関してはあとチームが4年保有できる点も非常に魅力的ですよね。ポーター GM はやらかしてしまいましたが、このトレードに関しては非常にうまく立ち回ったんじゃないのかなと思っています。では最後は今回5人もプロスペクトを獲得したパイレーツの話となるんですけれども、パイレーツ今回いろんなプロスペクトを獲得することができましたよね。ポテンシャルの高い選手ですとか、すぐに活躍が期待できそうな選手、プロスペクトとしてリスクの低い選手など、いろいろなタイプの選手をチームに加えることができたのは非常に良かったんじゃないのかなと思いました。プロスペクトランキングという意味では今回一番高い選手が一番上のハドソンヘッドとなっていまして、こちらの選手は2019年の3巡目指名を受けた選手で MLB.com パドレス参加7位という評価を受けている選手です。ポテンシャルの高さが非常に高く評価されている選手で、将来的には5ツールプレイヤーになれるんじゃないかとも言われている選手なんですけれども、パイレーツの未来のセンターとなってもおかしくはないんじゃないでしょうかね。で、ポテンシャル先行型のヘッドと打って変わってある程度の活躍が期待できそうなのがオマー・クルーズとそれからデイビッド・ベドナーとなるんですけれども、まずクルーズに関してはパドレス参加17位の左腕で、2019年マイナーでもそこそこの結果を残している選手です。すでに割と完成度が高いとも評価を受けていて、将来的には先発ローテーションの4番手5番手ぐらいを任せることができるような選手になるんじゃないかと言われています。ベドナーはすでに MLB デビューを飾っていて、しかも2016年35巡目指名とめちゃくちゃドラフト指名が遅かったにもかかわらず、そこから3年で MLB デビューにこぎつけています。非常に力強い速球を投げまして、来シーズンパイレーツのブルペンで活躍する可能性は十分あるんじゃないのかなと思っています。他にもフェローズに関してはまだプロデビューは飾っていないんですが、もしかしたら将来的にはブルペンで活躍する可能性もあるんじゃないかと言われているような選手ですし、またロドリゲスについてはキャッチャーながらバッティングのセンスが非常に良いとされていますので、キャッチャーに残ったままこのバッティングができれば非常に魅力的な選手になるのではないかと言われています。ということで駆け足で5人の選手紹介しましたけれども、マスグローブ1人でこれだけの選手たちを獲得できたのはパイレーツとしても決して悪い話ではなかったんじゃないのかなと思いますね。ここからパイレーツがどのようにして再建を進めていくのかもまた注目して見ていきたいところですね。
ここまでがパドレスがマスグローブを獲得したトレードについての話となるんですが、さすがにもう先発補強はないんじゃないかと思っています。まあ、スネルの時もダルビッシュ選手の時もそう思ったんですけれども、さすがにローテーションが5人埋まりましたので、もうパドレスが先発補強に動いてくることはないんじゃないのかなと思っています。パドレスに関しては田中選手の調査をしているなんて話も出ていましたが、その可能性も消えてしまったのかなと思っています。とはいえ、すでに何回かパドレスのプレラー GM に驚かされている我々ですけれども、打倒ドジャースに燃えるパドレスはさらに我々を驚かすような動きに出てくるのでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビンに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録と、また動画が面白ければぜひ高評価もいただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。